どうも、こんにちは。パーズカイです。ふとですね、料理動画をね、撮っていこうと思ったので、動画を回しております。今回何を作っていくのかというと、石焼きビビンバの方を作っていきたいと思います。まあ、石焼きビビンバといってもね、石鍋がうちにあるわけじゃないので、普通の鍋とかフライパンで作っていくんですけれども、今回人生で初めてビビンバを作るので、非常に楽しみですね。私本当に気分屋で、急に作りたくなって、で、せっかく作るならなんか動画にするかってことで今回してるので、僕これ今ベッドに寝っ転がってるんです。まあしっかり上手に作れたらいいですね。レシピもなんか適当にいろいろ見て作っていこうと思います。ってことでね、まずはお米を研ぎます。でお米を研ぎ終わってセットしたら、次はスーパーで買い物しに行きたいと思います。マジでクソ久しぶりの料理動画だから、どうやって撮るのか忘れたけど、まあ、多分寝っ転がってスタートするのはこれ間違ってると思います。料理動画を撮りたいと思ってる皆さんはこれ真似しないように。これは間違った撮り方です。アーズカイだからギリ許されるか許されないかの境目にあるくらいだと思ってください。ってことで早速本編のやっていきたいと思います。それではやっていきましょう。みんなが実写動画撮れてうるさいから撮ってるよ。ですね、お米を研ごうと思ったんですけど、足りないんですよ。僕いつもね、お米炊くときは節約のために3合くらい炊いて、余ったやつは全部冷凍してるんですけど、これだと多分 1.5 合分くらいしかないので、順番変更で先にスーパーの方に行ってから、お米炊きたいと思います。うわぁ、時短失敗、そう、計画性がない人間は、一人暮らし向いてねえな。じゃあちょっと着替えてきます。はい、ということでね、買ってきました。クソデカ無洗米。このジップロックの方にね、だからこいつを移し替えていきたいと思います。本当にこういう作業めちゃくちゃ苦手でさ、こぼしたことがないんだけど、毎回こぼすんじゃないかなって思いながらやる、その集中力を割いてる時間がめちゃくちゃ苦手。重いし、よいしょ。あー、おらおらおら、怖い。で、なぜかジャムるんだよね。ほら、止まんの、なぜか知らんけど。めっちゃ入ってるし、穴もでかいのに止まるんだよ、こいつ。だから、この戻す瞬間にこぼすんじゃねえかなっていう気持ちも、ほら、こぼした。マジでうぜえ。物理だる。文系だから、もう、やめてほしいわ、こういうの。現代文でかかってきてる。高校の時の担任の先生がさ、英語教える教科の先生だったんだけど、文系に来るやつは、国語とか英語が得意だから文系に来たんじゃなくて、数学と物理が苦手だから文系に来たんだって言ってて、マジでその通りだと思った。英語嫌いだもん。1年、2年共に単位落としてるしさ。あー、めっちゃちょうどいい。で、どうやって止めんのこれ。ということでね、半分くらいこちらに移し替えれたので、またね、こっちは、しっかりと、くわー！こぼしたことがないんだけど、毎回こぼすんじゃないかなって思いながらやる、その集中力、しっかりと、くわー！え？お、すごい響く。ちょっと待って。本当に言ってる？絶望。時間を戻せ。ということでね、こちらの方に半分以上移し替えれたので、あとは、これはこぼさないように気をつけて、こっちもね、しっかり袋止めして保存していきたいと思います。よかった。なんとかこぼさずに終えれたぜ。お米農家の人、本当にすいません。マジで僕の不注意で大切なお米たちがこんなことになってしまいました。マジですいません。マジですいません。はぁ、本当についてないわ。とりあえず3合くらいやって冷凍していきまーす。1合、はい、2合、はい、3合。無洗米ってやつを買ったんだけどさ、ちょっと見てて。見てこの濁り、どこが無洗米なん？洗わなきゃダメじゃんって毎回思うんですよ。水が透明になるくらいまで僕はいつも洗ってるんですけど、なんだそれ無洗米って。全然変わらない他と、なのに無駄に値段だけ高いみたいなイメージがあるんですけど、何をもって無洗米っていう定義なんですか。これは濁りがないこそが無洗米だろ。めちゃくちゃあるかな。ということで、僕は大体これくらい透明になるまで洗ってます。あとはもうお米をピーやれば、まあ大体3、40分くらいかな。暇なんでこの時間はまあ休憩しようと思います。あと5分で出来上がるってことで、そろそろ作り始めていきたいと思います。
したね。ということでね、まずは牛肉をこの炒めるためのソースみたいなのを作っていきます。まあ、適当にやっていきたいと思います。まずは砂糖で、次醤油、お好みの量入れます。次みりん、ちょっとだけ、ほんのちょっとだけ、結構入れちゃった。肉の臭みを消すための多分料理酒、これもちょっとだけ、あ、結構入れちゃった。生姜と生ニンニク、生姜に関しては賞味期限が先月で切れております。怖いのでちょっとだけ、結構入れちゃった。ニンニクは来年の6月までいけるので、こちらはね、いっぱい入れましょう。ニンニクはいくらあってもいいですから。入れすぎた。で、最後こちらのコチュジャン、まあありすぎても辛いので、まあ、ここはお好みで、こんなもんかな。俺辛いの好きなんで別にいけるんですけど、辛すぎてもそれ後からコチュジャンって入れるから追加で、ね、今こんな感じになってます。足りなくねっていうか、肉の量これ 230g くらいあるんだけど、に対してソースの量これ絶対足りなくない？皆さんは料理作るとき分量通りにやってくださいね。僕は YouTuber として動画を撮ってるから、まずくても最悪 OK っていう免罪符があるから、こうやって適当に作ってるんですからね。そこのところ勘違いしないようにお気をつけください。匂い的にはね、でもいい匂いなんだよ、ほら。わかんねえか、ペロッとしてみましょうか。え、うまっ、辛っ。うん、ちょっと喉に来る辛さだけど、まあ味見しなかったことにしよう。ってことで、程よくソースの方完成したので、早速ね、この合いびき肉と合わせて炒めていきたいと思います。これ何度見てもさ、多すぎるんだよな、明らかに。3人前くらい作るつもりでいる、俺。余ったら、また別日に食べるように冷凍しとけばいいんだよ、こういうのは。とりあえず、僕は男なんでこれ全部いきます。ただ、後悔することはもう目に見えてる。全部いきまーす。さっき会話のせいでびっくりしたんだけど、お米ってあんな高いんだね。全部の合計が4300円のくらいだって、俺間違えてんじゃねえかなと思った。4000ですか？日本人のソウルフードなのにさ、そんな高くていいのかと思わん？バカみたいな量です、これ。やばいです。全体的に火が通ってきた頃だと思うんで、そろそろ先ほどのソースの方ぶっかけようと思います。ドバッと。少なー！なら弱火と中火の中間くらいで炒めていきます。調味料を足す前に味見すればよかったね。絶対順番間違えたわ。ということで、合いびき肉完成。味見します。まあうまそうだよ、普通に。じゃあこれいただきます。うっ、ちょっと待って、封したら飛んだんだけど。うん、うまっ。え、天才かも。いや、あとはもう盛り付けるだけなんだよね。盛り付けていきましょう。器がでかすぎてお米の量少ないんじゃないかと思われるかもしれないけど、相当入ってんだよね、これ。肉を乗せて、うわ、うまそう。で、買ってきたこちらのナムルも入れちゃいますか。俺あんまナムル好きじゃないんだけどね。見た目のために買った。ナムルがないと、石焼きビビンバって言えないから。もやしは好きなんだけどね。盛り付けは世界で一番下手って言われてるから、まあこれでも頑張ってるってことで許してください。で、シンプルに普通のキムチも入れます。で、今回生卵もいっちゃいます。真ん中に。ドボンと乗せます。最後に小ネギをパラパラパラっとかければ、めちゃくちゃ美味しそうなビビンバができました。見た目だけは良くない？ほら、なんかめっちゃいい感じ。はい、ということでね、完成したこちら今からいただきたいと思います。サムネとか撮ったら結構時間経っちゃったんだけど、もうすんごい、これぐちゃぐちゃに混ぜて食べちゃうからね、俺に関しては。もうぐっちゃぐちゃに、もうサムネ撮ったからもう無敵よ俺は。ぬっちょぬちょ、あ、待って、コチュジャン忘れた。結構ふんだんに入れちゃおうかなって思ってます。こんくらい入れちゃおうかな。もう一回混ぜます。混ぜ合わせた後はもはや美味しそうっていう感想はあんま見た目的には現れないかもしれないけど、匂いは美味しそうなんで、それはみんな我慢してください。ではそろそろいただきたいと思います。いただきます。うん、うまっ。ん、マジでこれ自分で作ったんだってくらいうまい。え、やるやん。ちゃんとビビンバの味になってます。大成功です。初めてちゃんとこうやって作ったけど、いけるもんだな。正直さ、作ったっても肉だけだから、結局これはナムルとコチュジャンの味なんだよね。自分で作れる料理のレパートリーの中に俺これ入れたいと思います。ということで、ごちそうさまでした。全部食べました。まあ、この後ね、さらにおかわりはするんですけど、動画的には一旦ここいらで終了させていただきたい、なんだと思います。いやー、想像以上の大成功。食事中に唇噛んでめちゃくちゃ血出た以外が最高でした。ということで、ね、今回久しぶりに料理動画の方をやっていたんですけれども、いかがだったでしょうか。次回の料理動画がいつになるかわかりませんが、まあそれが投稿されるまでは今回の動画を何回も見返して楽しみだなって待っててくれると幸いです。ということで、今回久しぶりの実写兼料理動画でした。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。最後までご視聴ありがとうございました。バイバーイ。